公園に駆けつけた枝野幸男立憲民主党最高顧問がただいまよりこの場所をお借りしまして、皆様に衆院選10日目の熱い訴えをさせていただきます。どうぞ皆様、少しだけでもお耳をお貸しいただけないでしょうか。たくさんの皆さんにお集まりをいただきありがとうございます。立憲民主党の枝野幸男でございます。よろしくお願いいたします。国会に来たら即戦力で仕事をしてくれる、そう思っていましたが想像以上でした。本当にこの3年間八面六臂の活動をしてくれています。野田さんと最後戦うことができたのは、あの代表選挙を仕切っていたのは渡辺壮さんなんです。この選挙、まあ裏金隠し解散と言われています。だからたくさんパーティー収入があって、それが裏金になってるわけですよ。我々ちなみに裏金関係ないですからね。何が関係ないかっていうと、悪いことをするとかしない以前です。表の金が足りないんですから。でしょ、ポスター吸ったりね、ビラ印刷したり、事務所借りたりね、これ表で堂々と使える政治活動のお金、残念ながらこのお金が足りなくて、本当はポスター色あせてるから貼り替えたいけどなって言ったってね、お金どれぐらい残ってるのかなって考えながら我々やってるわけですよ。裏金作ってるところは余るから裏金になるんですから。裏金がバレて右往左往してるこの機会に政治を変えましょう。そして変える真ん中には渡辺壮がいないといけないと思いますが、そうですよね皆さん。新聞とかのあの情勢調査、あんまり信用しちゃいけないですからね。今回は新聞社によって相当ばらつきがありますから、ああいうのを信用しちゃダメですからね、今回特に。ですが、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。私は毎日新聞を辞めてふるさと宮崎に帰ってきて、私新聞社でああいう乗船原稿を書いてきた方ですからね、あんま信用しちゃダメですよ。これに関わってる人の人生のこととか、船が走りすぎても別に何の失敗も痛いこともないんだから、書く人はあんまり信用しないでください。自民党の皆さんを支持しているある団体の職員さんのご家族の方から、その職場の中では渡辺壮なんか勝たしてしまったら、立憲民主党なんか勝たしてしまったら、我々がもらってる補助金がなくなるからお前らの給料減るんだぞって、私たちを応援しないからなんていう理由でそんなね、真剣なことはしませんよ。心配いりません。でも皆さんね、この話不思議だと思いませんか。裏返して考えてみましょうよ。ああ、今の政権は自分たちを応援するところにだったら必要か否かってことじゃなくて、自分たちを応援してるからってことの裏返しでそういうお金出してんだ、それはもらってる人たちもそういうことだと認識してんだってことの証明じゃないですか、これ。もちろん政治と金の問題もなんでこんなことになったのか、もう起こさないためにどうするかってことを野党だから頑張ってやりますよ。でもこれすんごいマイナスにある話を頑張ったってプラマイゼロにするしか話してしかないでしょ。これによって国民の皆さんが幸せになるわけじゃないから、だから私たちは皆さんのための政治をどうやってやるかってことを真剣に考えなきゃいけないと思ってるんです。ありがとうございます。さまざまな課題を皆さんも頑張る、頑張って乗り越えようとする皆さんの力になれるかを一生懸命考えるための政策を作ろうと枝野さんと言ってきたんです。それを私なりに言葉を置き換えると、歩みを支えるっていう言葉になるつもりなんです。900億円使って補正予算を組んでマイナ保険証に移行してもらうってことを進めてきたけど、 4% が 12% になっただけですよ。100人のうち12人しかまだ使うって判断してないんです。
便利だから使うって皆さんはそれでいいんです。でも不安があるな、もしかしたら私のこういうことはどうなるんだろうって不安を持っている国民の皆さんがいることが明らかなんだから、なのにやめないんですって、やめることを。なんか総裁選の時にはね、みんな紙の保険証をなくすのを見直しますとか言ってたくせに、すぐ言うこと変わっちゃう。下の根も乾かないうちにというか、さっき口開いたばっかじゃないかってぐらいですよ。そうよ、盛りかけ、桜を見る会、極めつきは政治と金、さらには政策面で言えば防衛増税。なんで43兆円なのか説明もできないのに、ただ43兆円、おもちゃが欲しい子供がわがままで言ってるのと同じ話ですよこれ。私が政権交代を目指す野党第一党だから言ってるんじゃないんです。彼らができないことを次変えてやれば、また我々が、仮に我々がね、続けて国民の皆さんの信頼を得られない時が来たら、また変えればいい。変えた時には問題がクリアされて前に進むことができる。これが何党がということではなくて、政権交代が一定程度起こることの効用なんですよ。だから政権交代が必要だと言って、与野党白昼の国会を作りましょうよ。緊張感のある国会ですよ。まず第一段階の27日、私の力じゃない、皆さんの力を示して、宮崎には多様で多彩な政治的な思いがあることをしっかりと証明しようではありませんか。最後は頑張ろう3章で締めさせていただきたいと思います。頑張ろうを、皆さんで、頑張ろうを、なんていうんだこれや頑張ろう、3章でいいんですか。はい、頑張ろう3章というそうですけど、今初めてやってますからね。ちょっと待って、何か言おうと思ったら忘れた。拳に願いを込めて、みんな心を一つにして頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。どうもありがとうございます。皆さん、3日間、これから3日間忘れずに渡辺さんを応援してやってください。電話です。よろしくお願いします。ありがとうございます。渡辺総が出発してまいります。皆様、熱い拍手、誠にありがとうございます。ありがとうございました。皆様、皆様、お気をつけてお帰りくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。